と評価に関しては、はい、立ってやるのがなかなかしっくりこないとか、はい、まだちょっとレベルが高いなっていう時は、はい、この寝た状態でさせてあげるっていうのも大事ですね、はいはい、横にこういうパタパタする動き、はい、今どうですこれ、これちょっと突っ張る感じとか痛い感じってあります？この辺なんですか？お尻のとこが突っ張る感じはありますか？前は腰だったんですけど、はい、だいぶ良くなって、ああそうですか、今逆になんか、はいはいはい、はい、この辺がちょっと突っ張る感じがするかなってところですね、はい、患者さんにもこういう方っていっぱいおられます、はい、で立った状態でこの横に倒す動きって立った状態でのひねる動きとメカニズムは同じなので、はい、こっちで解決すれば立った状態でも解決しますよって伝えてあげてください、はい、でこれを例えばここの筋肉の凹凸ですね、こういうところを使って倒してあげる、はい、この時のパンチどうですか？さっきより楽ですね。ちょっと変わっていきますよね、はい、多分こことか太もものこういうところとか、はい、これでまた倒してもらうとか、これもちょっと行きやすいかなと思います、はい、この辺の部分を寝た状態でもこうやってできるように、はい、特にこの状態で横に倒すとかの動きなら、はい、大体ここの大腿筋膜張筋っていうところとか、はい、あとはお腹の腹斜筋のところですね、はい、これでもう一回やってみましょう。こういうとこかな、こういうところのアプローチでも結構変わっていきやすいので、はい、ここに対してやっていくっていうのをちょっと練習してみましょう、はい、ちょっと評価の練習ですね、はい、やってみましょうか、はい、寝た状態で、評価していくこともできます。これは痛みが強い人にもすごく効果的ですね、はい、立った状態で評価できないぐらい痛い人っていますから、はい、寝た状態でまずは見ていく人っていうのも大事になってきます、はい、あと立った状態ですごく相手の感度が悪い場合もあります、はい、なんかよくわかんないおじいちゃんとかで、はい、こうやって言ってかかか確実に可動域とか変わってるのに、はい、なんかよくわからんなっていう人もいますから、はい、そういう人は寝かせた状態でやってあげると他の代償動作が少なくなるので、はい、やっぱり実感しやすいですね、はい、相手も理解しやすくなります。この評価は相手に理解させるってこともすごく重要なポイントになってきますので、相手のためにやってあげるっていうような形で考えていただいた方がいいかなと思いますね、はい、ちょっと立った状態でもいろいろ評価してみましょうか、はい、いろいろ苦手なところだと思いますので、はい、はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。